4月25日にオープンした川口ハイウェイオアシス。ハイウェイオアシスとは、高速道路のパーキングエリアと周辺施設を一体的に整備するもので、首都高初となる川口ハイウェイオアシスは、川口パーキングエリアと川口市が運営する公園であるイーナパーク川口が連結したものです。もともとここの場所は市街化調整区域でして、かつては廃棄物の最終処分場っていう計画があったんですけども、そちらが頓挫して、公園としてですね、活用するということで、平成22年度にですね、検討委員会が、作られまして、その検討委員会の中で、公園を作るということとともに、川口パーキングエリアを活用して広域的な、市外の方も利用できるような、集客を、した方がいいという提言がありましたので、川口市の方で、首都高さんの方に誘致という形で、その提言に基づいてお願いしたというところですね。川口市からの働きかけを受けて、首都高も動き出しました。こちら2011年12月に川口さんからお声がけをいただき、覚書を締結して約10年間にわたって協力して推進してまいりました。今回のハイウェイオアシスの開業によりまして、これまでの首都高のパーキングエリアにない広大な敷地を利用したお客様サービスが可能となりまして、首都高を降りずに公園施設を利用できるということが最大のメリットになるかと思います。平成30年からふわふわドームなど一部が開園していたイーナパーク川口も、今回公園全体が開園しました。もともと調整区域で、結構緑は残されていました。で、と緑が残されていたのと同時に、湧き水が出ているような場所もあったりという自然環境でしたので、それを生かしてですね、さらには公園の北側奥の方には、いろいろな生き物が住めるようにですね、自然環境を整えて、特に昆虫なんかが、集まるような、落葉広葉樹をたくさん植えてあります。川口ハイウェイオアシスには、高速道路の利用者やイーナパーク川口の利用者が共に楽しめる施設を整備しました。屋内遊具施設アソブーンは、アクティブな遊具からおままごとなど静かに遊ぶ遊具まで、親子でリラックスしながら遊べる場所となっています。施設はですね、高速から降りずに利用できる全天候型の遊び場というところが特徴でございまして、でさらにですね、玩具メーカーのボーネルンド社にですね、プロデュースしていただいてまして、で同社が手掛けているプロデュースしている施設の中で、屋内外の遊び場では関東最大級の規模を誇ります。首都高初のハイウェイオアシスであるという特性があることから、こういったですね、幅広いお客様に来ていただくために、こういった施設っていうのをですね、新たに、今回整備させていただきました。さらに商業施設は、これまでの川口パーキングエリアから売り場面積や座席数を2倍にして、公園利用者向けに弁当やおにぎりなどのテイクアウトメニューを拡充したり、売店においても首都高オリジナルグッズの販売を行うほか、地元の特産品や土産物を充実させました。川口さんの芋ので作った羽釜で炊いたご飯っていうのを提供してまして、こちらレストランでもお召し上がりいただけますし、あとおにぎりとしてもご提供していただいております。次にですね、カフェとしてスペシャリティコーヒーのサルタヒココーヒーさんにですね、実は企画協力いただきまして、サルタヒココーヒーの豆を使ったですね、コーヒー牛乳ソフトクリームというのがですね、オリジナルで開発していただいて、こちらが売りというふうになっています。
やはり川口市さんとの共同事業というところでありますので、やはり川口市の地場産業をいかに高速の利用されるお客様にも知っていただくかというところをですね、常に意識しながら取り組んでいます。この川口ハイウェイオアシス、ゴールデンウィークには地元のみならず南関東一円からたくさんの家族連れが訪れ、にぎわっていました。正直できてよかったなということと、あと、皆さんにですね、このイーナパーク川口、自然豊かなですね公園を知ってもらえたらいいなと今思ってます。市内の方はもとよりですね、ハイウェイオアシスということで、高速利用者の方、市外の方々にもですね、こちらのイーナパーク川口がですね、憩いの場になってもらいたいなというのとともに、川口の、魅力をですね発信できるような場所になっていったらいいなと思っております。屋内遊具施設遊ぶんでは、土日など混雑が見込まれる日には入場整理券を発行しているようでした。長濱さんは VTR ご覧になっていかがでしたか？いや、川口市が非常に素晴らしいなというふうに思いましたね。直接働きかけて、で実際にゴールデンウィークもかなり混雑してたわけですよね、となると私はなんか2匹目のドジョウもいるんじゃないかなと思ってまして、というのも、埼玉県ってやっぱりパーキングエリアってたくさんあるじゃないですか。でかつ広大な土地も結構ありそうなんで、なんか他のところでもいろいろできそうだなということで、他の自治体の方もですね積極的にちょっと検討してみたらいいんじゃないかなと思いました。今後の活性化にも効果がありそうです。以上特集でした。